おはようございます、こんにちは、こんばんは。バス釣りの話でございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、はい、じゃあちょっとまあね、バス釣りの話的にも、衝撃なんですけれども、森永卓郎さんがですね、ステージ4の、がんということをね、メディアの方で発表されまして、はい、ちょっとねバス釣りの話もね、はい、非常に心配しております。森永さんといえばですね、はい、最近ですと財務心理教という本をね、出版されまして、私も読ませていただいたんですけど、はい、非常にいい本でして、なぜ日本が経済成長できないか、だったり、財務心理教という名の通り、財務省のヤバさ、カルトっぷりをね、遺憾なくね書いてくれてる本なので、ほんとね、ぜひ興味のある方は、読んでいただきたいと思います。ほんとねステージ4ですからね、なかなか思うことはありますけれども、活躍、これね、今後ね元気になって活躍してほしいという気持ちもあるし、今すぐに治療して元気になってほしいという気持ちもあるし、あまり無理しないでほしいという気持ちもあるし、いろんなね、気持ちが今バス釣りの話の中では交錯しております。うまく、すいません、表現できなくて。そんな中でですね、池野万作さんがね、またここで握手ですよ。握手、お前何やってんだよとマジで思いましたよ。森永さんがね、がんになったことをね、ツイートしてね、これ良くないよね、ちょっとね、本当、財務心理教はがんにもできるのかとかね、そんな文脈のねポストをして、いやーちょっとマジでねセンスないよね、握手以外の何者でもない、マジで言ってるんだったら本当マジでやべえやつだし、仮にシャレで言ったとしてもクソつまんないっていうね、このダブルでやばいっていう、何やってんだよ池田万作さん、そういうとこだぞ池田万作、ちょっと今日は呼び捨てさせていただきますけど、そういうとこだぞ池田万作、ほんとさ、人のさ病気とかさ、そういう困ってる時にさ、そうやって茶化すようなことはね、ほんと言わないでほしい、しかもさ、みんな財政拡大しようっていう時にさ、なんかカルトっぷりをね池田万作さんが言うことによって、にじみ出てくるんだわ。こっちが正しいこと言ってるんだから、こっちは正論でいかなきゃいけないのに、なんかカルトっぷりがね出てくるんですよ、こっち側に。本当やめていただきたいね。それと森永ね、森永さんの息子さんの森永浩平さんかな、確か浩平さんがね、もうね、経済評論家やってるんですけど、戦う経済アナリストだったかな、なんかやめてくれってねツイートで言ってますよ、本当、心が痛いってるんでしょうね、このツイート見てそう私は思いました。いやーなんかね、本当何やってんだよと思いましたよね。森永さんの息子さんと池野万作さんだったり、バス釣りの話だったり、同じぐらいの年なんですよ、その自分のお父さんがさ、がんになってさ、ちょっとどうなるかわからないみたいな時にさ、そんなふざけたツイートしたらさ、そら怒るでしょ、何言ってんだこいつってなるでしょ、そういうところだよ本当に。だからさ、なんかみんなに嫌がられたりするところもあるのは重々承知だけどさ、いやなんかね本当士気下がるよね、何やってくれてんだって思いましたよ、バス釣りの話は。特に各にもね、森永卓郎さんが、ステージ4のがんということで、なんとかね元気になってほしいのと、まだねメディアで活躍して、財務心理教だったり、財務省のヤバさを、皆さんに伝えてもらいたいっていう気持ちも強いです、強いですけど、自分の体を大事にしてほしいっていう気持ちもあります。ちょっと複雑な気持ちですね、皆さんぜひね、財務心理教面白い本なんで、皆さんぜひ読んでみてください。以上、ナナシになります。緊縮再生をぶっ壊す。